召使いとタルタリア。お前スネージナヤに戻って休養してるんじゃなかったのかよ。どうしてまだフォンテーヌにいるんだ。おっと君たちか。まさかここで会えるとはね。原始大会を離れてから俺は長いこと意識を失ってた。再び目を覚ました時、スネージナヤに送られる途中だと気づいたんだ。でもフォンテーヌでまだやり残したことがあるのに、そのまま帰るわけにはいかないだろ。それで無理やり起き上がって一人で帰ってきたのさ。え、やり残したことってなんだ。スカーク、俺の師匠に関することさ。師匠にもう一度会いたかったんだけど、戻ってきた頃には師匠はいなくなってた。でもまだ聞きたいことが山ほどあるから、仕方なく召使いに師匠の行方を調べてもらってたんだ。フォンテーヌにいたからには何か手がかりを残しているはずだからね。なるほどな。それで手がかりは見つかったか。ハウス・オブ・ハースはあらゆる方面の事情に通じているが、残念ながらそのような存在を前にしてはどうしようもない。結局師匠はまだ俺に会う必要はないって考えてるんだろう。でも簡単に解決する話さ。俺がもっと強くなればいい。怪我を治してからにしろよ。もうだいぶ治ったんだけどな。ハウス・オブ・ハースのおかげさ。あのアイロワールって子が変な薬を飲ませてくれてね、全身が痛くなったけど回復スピードは確かに早まったな。でも今度こそ本当にお別れだ。じいさんから催促が来たんだ。帰って計画に参加しろってね。幻冬計画。そうだ、それから不死者のことも。帰ってあいつの長話なんて聞きたくないよ。なんとかしてもうちょっとフォンテーヌにいさせてくれないか。やっぱりリネたちに武芸を教える方が面白いんだよね。まあ君が手合わせしてくれたらもっといいんだけど、君の全力はまだ見せてもらったことがないからね。ずいぶん虫のいいことを言う。まあ私もじきにここを離れる。我々もその計画の一部なのでね。それにスネージナヤに残っている富豪や要人に呼びつけられるというのも一種の栄誉なんじゃないのか。勘弁してくれよ。なんかこの二人